ください。シュールすぎる？シュールすぎるな、これ多分な。ルール説明。ルール説明。トランプが7枚ある。トランプが7枚あって、1枚ずつ引いていって、ジョーカー引いた人が、お題に沿って罰ゲームをエース引いた人にやられるっていう。まあ、サイレント会議っていう企画ですね。会議中は女子でしないということで、今週もぜひ見てください。ちなみになんかやってほしいことあったらコメントしてください。コメントになります、ね。花胡椒はやっぱり。重いですね。Thank you.
そう。どこでもね。これカメラワーク。
もう一周する。もう一周行く。もう一周。もう一周行く。もう一周。もう一周行ったらいい。なんかちょっとやってほしいこと書いてよ。やってほしいことコメントしてくれたらちょっとできるやつは。思ったよりおもろいからもう一回行こう。半分痛い。デコピン。デコピンもう帰ろうか。よし。全員から全員から。結構上手。痛い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 、コンパッチとか全員とかもう悪い。その披露、全員で行きましょう。ちょ、これ、デコピン赤なってない？ジョーカー、ジョーカー全員な。ジョーカー以外全員な。デコピン、うん、ちょっと待ってる、うん、もうほら、もうもう、声出すで、もう声お前らも入った、もういや痛い、それ痛い、もう黙りしてください、ほらもう訳分からへん、ずっと頭痛い、CM 赤なってるよ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、 Here we go。毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。
しかもギャンブルしかでもじゃあもう蓋開けろ上上外せ機嫌悪なるわ待って機嫌悪なるわこの上に機嫌悪なるわ顔にかからないようにせよ粗挽きは粗すぎる熱いもうむせてきた怖い晴れてるしあれこれも全員からもうデコテーマセール入ってるめちゃめちゃおるよ。ちょっと怖い怖い怖い。ちょっと決意があったら殺すな。お前ちょっとほら声出るやつやん太ももやん太もも太ももやって
もな、まあ、チョコビン。俺が帰ってます。どんだけ本気でやるつもりやん。ちょっと中途半端やったな。美味しかったな。一発行った方がよかった。中途半端。なんかなんでもう一回も勝つ。ちょっと勝つ。お前勝つ。もう一回もない。ちょっと勝つ。ということで、会議は終わったみたいなんで。終了。ああ、いった。めっちゃおもろいけど、見てっていくつ何もしてないやん。最近コピーさえしてやろだけえ、何もされてんのある俺ほ、なあ、ここ二人やばいな。あ、俺画面配信したな。ただ一応全員やったら、後引きずんの絶対こそこそやばい、こそやばない俺も舌めっちゃ熱いんだけど、舌熱いの今多分いや、え、めちゃめちゃ見てこれ猫がやばい。これ未だにまだ腫れてるもん。目にこそやばいの、ね。鼻もやばい。全員やった。全員やった。一応。引き強いな。もう豊かの引きが強すぎる。奥にもこれぐらい引き強かったらいいんだけどな。なかなか引き付きおらんから。ちょっとこれまた第2弾やりますか。やりましょう。今回はマジで面白かったっていうのはもう最高。最高です。最高。メンバー会でやったらもっとおもろになるからね。めっちゃおもろいぞ。幹部だけやろうか。幹部だけやるかい。地獄や。絶対地獄。うちちょっと抜けるもんね。幹部だけでやろう。いや、そのいけるメンバー。いけるメンバー。ゆうくんとかおったらもうなんかちょっとやりづらないの。いやいや、もうゆうくんにやろうよ。ゆうくんにやろうよ。ぜひまた。来週何するんすか。来週はまた考える。来週また考えます。こんな感じでおるわ。はい。再来週は広瀬キッチン。広瀬ここで料理作るっすか。料理作るんで。なんか作ってほしい料理あるっすか。
俺ら食うだけっていう。そう、ただ俺が料理して見たくなる。まだこの企画はぜひ次回もやりたいなと。そうですね、この配置はまあ適当かな。この企画考えたのついさっきやかな、30分前ぐらいに考えたのに思いついて死ぬほど良かったんで。七変化もやっぱやりたい人だ。七変化ね。七変化、次七変化幹部集めて下の子が松焼き卵、松焼き卵、下の子の小遣い稼ぎで七変化いいっすね。またおいおいやっていくんで、まだやな。まあ料理バトル、いやでも胡椒ほんまに死ぬわこれ。まだ英語引きずるでったらこれ。さくらが3回連続で当たった時もおもろかった。やばい、お前か今日は。じゃあまたということで、また来週、来週見てください。じゃあね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。